お疲れ様です、ダークロード様。先ほどシオンの魂が冥界へ向かうのを確認しました。これで世界を覆っていた闇は晴れ、日の光も元に戻るでしょう。これが魂の壺ですな。では私たちがこの中の魂を輪廻の輪に戻しておきましょう。それからこれは記憶のルビーですな。わかりました、元の場所に保管しておきます。何ですか、オルフェーズ殿の薬。かしこまりました、治療薬の件お任せください。これでお兄様のお体も良くなるのです。ありがとうございます。本当にお疲れ様でした。これで全てが終わったのですね。いいえ、まだです。ダークロード様の魂をその肉体から取り出しません。何のことでしょう。あなたはご存じないのですか。あなたが知っているこの方はグレイという男の体をダークロード様の魂が動かしているもの。本当の姿は別なのです。しかしこのままダークロード様の魂が入り続けていれば、肉体の本来の持ち主であるグレイ・ギルバートの魂が消滅してしまうのです。そんな、それではどうすればいいのですか。グレイ・ギルバートを救うにはダークロード様の魂を取り出さねばなりません。逆にダークロード様をそのままにすればグレイ・ギルバートは消滅することになります。魂を消滅すると二度と生まれ変わることはありません。ですからダークロード様の魂を取り出すのです。でも、これはダークロード様が氷雲の秘術を使われた時に言われた、いわば遺言なのです。シオンを倒した暁にはおとなしく死を受け入れる、肉体の持ち主を救ってやってくれと。せっかくあの部屋の外で会えるようになったのに、こんなのって悲しすぎます。残念ですが諦めてください。では始めますよ。ちょっと待った。ずるいね、ワイ一人にこないなもん担がせて。あなたたちはこんなこともあろうかと思ってな、これを作っておいたのじゃ。俺早く出さんか。へいへい、とに人使いが荒いわ。やっていた方法から思いついてな、お前さんのホムンクルスを作っておいたんじゃ。見ての通りこのままでは魂がない。精霊使いのあんたたちならこの体に魂を移せるんじゃないかな。はい、新しい器があれば魂を冥界に送る必要はありませんから。どうなったの？ミシェール、よかった、俺の愛しい人。
どうしたんだいミシェル、俺がわからないのか。あなたグレイさんですね。何を言うんだ、俺は。嘘をついてもダメです。好きになった人を見間違うことはありません。チッ、やっぱりダメか。さっきも言った通り、好きになった相手を見間違うことはありませんから。さあ帰りましょう。私もっといろんなところへ行ってみたいの。大団円じゃな。よっしゃ、みんなで帰ろう。ホモンクルスになってもうたから見えへんようになってもうたよな。うん、わかった、任しとき。なあなあリーダー、ラミーからの伝言や。今まで楽しかった、これから幸せになってね、だそうや。